宇ド氏は日本の士族、被護国宇都軍を本願として勢力を張った。初期の宇ド氏は騎士の流れを組んでいたとされ、平安時代から鎌倉時代にかけて勢力を拡大したというが、文献上宇ド氏が帰勢を名乗るのは、研究6年3月日付の交砂所領文書案文が発令となる。平安時代にはむしろ旧富宮町に拠点を置いていた。 在京の小江君慶景気原氏の勢力下にあったようである。寄牲うど氏が衰退した後の鎌倉時代の末期、日後国守護であった菊池氏の一族から地名を取って、うっとと名乗る一族が現れた。生き守るうど高利氏は、鎌倉時代末期から南北朝時代の人物で、1348年、正月2日に、治療のうとつえ、金長信の一行を迎えて、以来、 一貫して、南朝方として振る舞い、1352年の、太宰府攻防戦における軍港が認められ、安国寺領所の高度井保、長江道領六家将を得ている。しかし一方では1361年、エラコレズミから、軍裏においては、同高台に城郭を構え、云々と横領を、訴えられているが、軍裏領は当時阿蘇大宮寺領、すなわち南朝方の領地である。 この時は、清清将軍軍、金長親王肥後国主語、菊池武光から、横領分の返却が命ぜられているが、高都氏は、実力でこれを排除し、この後も、軍裏将横領を続けた。しかし、1370年九州短大に部任された、今川良春の九州計略によって、1390年9月までには、宇ど氏は降伏している。 だが両親の幸福者諸愚は、諸領安堵という基本方針だったため、宇戸市の群村所への進出はその後も継続される。室町時代末期、縄氏の一族と申される、宇戸忠豊,豊の養子に、菊池持友の子である溜光が入り、宇戸溜光と名乗った。溜光は野心にあふれる人物で、1484年に、肥後黒人の下がらため、続くと結んで、 老いの菊池重友ともを討とうとするが、シャグマの戦いで、重友とも軍に敗北、宇都城を捨てて、八代の名はあ田たのもとへ逃亡した。この縁がもとで溜光と秋田田は、隕石関係を結んだとみられる。数年後、横領したぐん領の返還を条件に、阿蘇市の圧戦で溜光は、宇都城に復帰するも、1499年に、豊よふで、再び挙兵し敗れる。 しかし1501年になって三度半期を翻し、菊池文を玉将寺原の戦いで破って、ワイフ城を攻略、日ご守護職を散脱し、宇ド氏の再生期を作り上げた。だが1503年、農運の逆襲にあって敗北、畜後国に逃走したが現地で捕獲され、ごし光、孫ぐ光丸と共に処刑され、菊池家宇ド氏はここに滅亡する。菊池系宇ド氏の滅亡後、 宇都城には、菊池氏家臣の城ため冬が城代として入城する。しかし1504年、日後守護、菊池農運の休止に伴う混乱に際しため冬は、宇都城を捨て本国へ帰還した。こうして、秋城となった、宇都城へ入城するのが、宇どためみの娘婿であった、名は秋忠である。以後対外的には、宇都伝と称されるが、宇ど氏を自称するのは、 天文22年5月21日付後奈良イン千安宇津市から、縄系宇土市三代の縄行郷まで下ると見られる。秋田田は先に阿蘇市へ活上された軍浦省の回復を、試みているが、阿蘇市の抵抗を排除することができないままに推移し、軍浦支配が達成できるのは1550年、行郷の代まで待たねばならなかった。宇土入城以前の縄市は、 相原氏との抗争の過程で八大軍を失い、わずかに益式軍主負傷のみを有する状態であったため、宇都軍東部及び益式軍での活動が主となる。中でも最大の争点となったのが益式軍豊福省にあった豊福城をめぐる抗争であった。この城をめぐって相原氏と約80年間に合計9回も所有権を奪い合っている。縄系宇都氏は、 以後四大行剣、五大行事下を経て、戦国時代末期、1587年の九州征伐に際して六代秋高は、豊臣秀吉に降伏し、所領を安堵されるが、同年に生じた、肥後国人一揆に際して、中立を保ったため、秀吉の権威を恐れた、名は秋高は自ら大阪へ赴いて弁明すべく、弟の剣輝きを、宇都城代とした。その輝は、 翌1588年4月に、日後鎮圧に来た、秀吉軍からの城明開け渡し要求を拒否して、牢状するが破れ、城外へ逃れるも捕らえられ殺害されて、縄系うど氏はここに滅びる。菊池持友の子、ありがとうございます。